会社法第一編総則第一章通則定義第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。1、会社。株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を言う。2、外国会社。外国の法令に準拠して設立された法人、その他の外国の団体であって、会社と同種のもの、または会社に類似するものを言う。3、子会社。会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社、その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものを言う。4、親会社。株式会社を子会社とする会社、その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものを言う。5、公開会社。その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言う。6、大会社。次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社を言う。い、最終事業年度にかかる貸借対照表、第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表を言い、株式会社の成立後、最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表を言う。論において同じ、に、資本金として計上した額が5億円以上であること。ろ、最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。7、取締役会設置会社。取締役会を置く株式会社、またはこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社を言う。8、会計参与設置会社。会計参与を置く株式会社を言う。9、監査役設置会社。監査役を置く株式会社、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く、またはこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社を言う。10、監査役会設置会社。監査役会を置く株式会社、またはこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社を言う。11、会計監査人設置会社。会計監査人を置く株式会社、またはこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社を言う。12、委員会設置会社。指名委員会、監査委員会及び報酬委員会、以下委員会という、を置く株式会社を言う。13、種類株式発行会社。剰余金の配当、その他の第108条第1項各号に掲げる事項について、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社を言う。14、種類株主総会。種類株主、種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主を言う。以下同じ、の総会を言う。15、社外取締役。株式会社の取締役であって、
当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役括弧株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役を言う以下同じ括弧閉じもしくは執行役または支配人その他の使用人でなくかつ過去に当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないものを言う。16社外監査役株式会社の監査役であって過去に当該株式会社またはその子会社の取締役会計参与括弧会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員括弧閉じもしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないものを言う。17譲渡制限株式株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式を言う。18取得請求権付き株式株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式を言う。19取得条項付き株式株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として当該株式会社が一定の自由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式を言う。20単元株式数株式会社がその発行する株式について一定の数の株式をもって株主が株主総会または種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数を言う。21新株予約権株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利を言う。22新株予約権付き社債新株予約権を付した社債を言う。23社債この法律の規定により会社が行う割当により発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって第676条各号に掲げる事項についての定めに従い召喚されるものを言う。24最終事業年度各事業年度にかかる第435条第2項に規定する計算書類につき第438条第2項の承認第439条前段に規定する場合にあっては第436条第3項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものを言う。25配当財産株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産を言う。26組織変更次の「い」または「ろ」に掲げる会社がその組織を変更することにより当該「い」または「ろ」に定める会社となることを言う。い株式会社合名会社合資会社または合同会社ろ合名会社合資会社または合同会社株式会社。27吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものを言う。28、新設合併。2以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものを言う。29、吸収分割。株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させることを言う。30、新設分割。1または2以上の株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させることを言う。31、株式交換。株式会社がその発行済み株式、株式会社が発行している株式を言う。以下同じ、の全部を他の株式会社または合同会社に取得させることを言う。32、株式移転。1または2以上の株式会社がその発行済み株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることを言う。33、広告方法。会社外国会社を含むが広告この法律または他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除くをする方法を言う。34、電子広告。広告方法のうち電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものを言う。以下同じにより不特定多数の者が広告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものを取る方法を言う。